どうも、なおちんです。さあ、今日もオクトパストラベラー2やっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は、アタッカーにおすすめの、その他の装備を紹介したいと思います。アタッカーで、強い装備ってこれですよね。進化の銃が、そして一気火星の爪。これがめちゃくちゃ強いんだけども、残念ながら、一つずつしかありません。で、これを装備してないアタッカーって、なんかちょっと微妙な感じの装備になりますよね。で、実際、物理攻撃が上がる装備って、サイカの魔眼とかね。まあ、これ120上がるんだけども、バトル開始時に、物理攻撃力ダウンが入っちゃって、あまり意味のない装備。で、勝利を呼ぶ指輪、これは物理攻撃力アップが入るんだけども、数値がプラス20で、結構微妙。で、他にもまあ一応あって、フィジカルベルト、攻撃力が65の防御力50とか、パワーベルトだね。物理攻撃力が50。なんか属性攻撃力に比べると、ちょっと微妙な感じですよね。で、今日取りに行く装備が、これです。チャンピオンベルトですね。物理攻撃力が100。で、クリティカルも100。さらに、敵から不意打ちされないっていうなかなか素晴らしい装備になります。で、しかもこの装備何個でも入手することができる。これがすごいですよね。では、これを取りに行きたいと思います。取りに行く場所ですけども、ここモンテワイズです。モンテワイズに来てください。で、光のメインストーリーを2章までクリアしてください。2章までクリアしましたら、ここサブストーリーで、闘技大会の王者、これを受けれるようになります。これをクリアすると、入手することができるんだけども、これ何回でも、戦うことができて、入手は無限です。モンテワイズの地下闘技場に来てください。さっきのサブストーリーをクリアすると、受付のおっちゃんに話すと、ユリナスともう一度戦いますかっていう風に出ます。で、これで戦っていくと、もらえるんですよね。まあ、光で行きましょうか。まあ、サクッと倒しちゃいましょう。まあ、レベルが低いうちには若干難しいと思うんですけども、まあ、アイテムを駆使して戦えば、全然勝てない相手ではないと思います。はい。まあまあまあ、サクッとやっちゃいましょうか。オッケーオッケー、余裕余裕。これで終わりですね。はい。そうすると、倒した時の、勝利報酬に、チャンピオンベルトです。倒すと、多分必ずもらえると思う。俺も今まで、5回倒してるんだけども、5回とももらえてるので、間違いないですね。で、倒したら、おしまいです。で、またね、ここで、戦いますかとすると、また戦えて、チャンピオンベルト、さらに入手することができます。各国の誇りと共に。で、勝ちましたらば、ほら、チャンピオンベルト、ゲットですね。これで俺、計6個持ってるかな？見てみましょう。チャンピオンベルト、計6個だね。うん。これがあれば、物理アタッカーの装備になかなか困らなくなりますし、まあ、1個つけとけば、不意打ちされなくなる。まあ、これ結構でかいです。で、クリティカルプラス100なので、魔法色でもワンチャン、いや、あんま良くないか。うん。でもまあ、クリティカルを出したいのであれば、魔法色につけるっていうのも、ありではないでしょうか。はい。ということで、今日はですね、物理攻撃力がプラス100、クリティカルも100、さらには不意打ちがされない、その他の装備、チャンピオンベルト、入手方法をやってみました。光のね、メインストーリーを2章までクリアしましたらば、この辺だったかな？この辺に、サブストーリー、受けれる、女の人ができてきますので、その人に話して、サブストーリーを開始してください。で、あとは、さっきのね、名前なんだったかな忘れた。あいつと戦って勝てば、
おしまいですので、まあ、ぜひやってみてください。序盤の方だとちょっと苦戦する敵だと思うんで、まあ、何かいい装備なんかを持っていくといいと思います。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。